今月も来たぜ来たぜサーチチャンネル、月一の潰す楽しみになってます。メガカスのヤーマンです。月一のですね、企画サッチャレ潰そうじゃないか企画、第もう何弾になるかわからないですけれども、おそらく今年6回目でしょうか。このお店にまた今月も新台が入っちゃいました。今月の寝台一発台、跳ね物は残念ながら入らなかったんですけど、5機種ぐらい入ってると思うんですけど、その機種を打って当ててですね、勝てるかどうかという戦いをしたいと思います。前回はサッチャレの寝台は勝てるということを実証しました。今回は勝てるんでしょうか。ちなみにヒゲ紳士本日テントにいません。ということで本日も全力で楽しんでいきたいと思います。さあ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 、来ましたよ。さあ、こちらのコーナーあるね、あるね、寝台入ってます。こっちアマだと思ってたら319の方のバカも寝台導入です。次こちら、今日これ全部当てれるかな、大丈夫かな、上手119の方。さあ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 、次こちらのコーナーに1台ランマー2分の1の199のやつ。そして一発台コーナーには寝台の札は刺さってない。そしてですよ、僕ね最後に取っときました。今日打つ台メイン機種です。この店のメイン機種バキ199バージョン、この機種をね全部当てて勝てるのかどうかやっていきたいと思います。まずは1機種目、サッチャリの攻略はまずは持ち玉を作ること。まずはこいつでランマ2分の1で、入金。さあ早速始まり、やばい、説明は何にもしてないんですけれども、これね、ギージ連来たら当たる説ある。ギージさん、もうこれ激アツです。実は私この199寝台で打ったんですけど、神台だと思ってます。とにかくでもギージ連来たらもう当たりみたいなところあります。はい、ネット、ここだけね、このねアニメのね絵なんですよ。ちょっと古い感じの画質、このね台のいいところ、突入率 100% なんです。大丈夫、関係ないから。もうね、下しか来たことない、飛び出ても下なんです。帽子1500円だぜ。超大根ラッシュ突入。早速常連のお客様から差し入れいただきました。本当にありがとう。気合を込めたメガカスタム。さあ初回は8点、8回転以内に 5.56分の1 だぞ。先読んでる1回転目から、これはもう熱いだろう。緑でもあるよ、転売すればある。ダメな、緑青にもダメな、これが高尾。そしてサッチャレのクオリティ、激熱モロタ、80% は外さないよ。熱くなってきたぜ、サッチャレ
今日こそは潰させてもらうぜ。俺の拳は誰にも見切ることはできねえ。そんなもんか。弓矢さんと同じ声だね。さあこっから超速いんで注意してね。こっから91番です。ここでもう変動が始まってるから速攻で。この拳にかけて。あれ早すぎて追いついてない。この拳にかけて。おい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 、あともう1回しかないんだけど気づけば。えアップでー。火事の剣心離れんかい。そりゃそう91番だから。激しいけど3ラウンドです。ここで見て、これで継続率が91番と。この開始画面で当たるのがむちゃくちゃ気持ちいい。サムライチャンプルーのあのカセットの巻き戻し、あの感じを思い出しますね。すぐらい早い。これはボロッ。はい、光るキュイン。この曲聴きたいのに、ね、ラウンドが早すぎる。止まりません。ダメ、3ラウンド。何もない。これ先読んでる、先読みなのか。まだまだよ。いけいけ、ここで決める。よし長い。オッケー。いいよ。ここがねちょっと長いのよ。で平均は突破。ちょっと長い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 。ほらほら、これこれこれ、この気持ちよさ。熱い1長いこれこれこれ、この楽しさみんな伝わってる。あ1,2,3,4 やばい。まだ1が光ってる。1が光っております。2分の1が、はいよ。長い。書いてある。お、これ当たったら10ラウンドじゃない。長いもん、長いもんね。さあこれ10ラウンドに期待。エース長いから3ラウンド。何回1,2,3引き込まれた。よし、ボタンがブル。10ラウンドどこ行ったの。うわ早っ。超乱闘ラッシュ終了。ただあと残り4回転あるんですよ。4回転で 5.56 の1引けるでしょ。これから気合入れていくぜ。いけるよ。頼む。1回転目来い。頼む。やばい、ラスト来い。めちゃくちゃ楽しかった。一瞬で16連、一瞬で持ち玉ゲットです。もう1回やりたい。続行。さあ100回転近く回して間違えて2回押しちゃって出玉も減らしちゃったんですけど、これ以上ちょっと打つとちょっと元も子もないので2台目いきたいと思います。
さあ2代目はスペック的にこの台でしょう。ジョーズ119。ユータイムおじさん、昔やっていた企画でですね、ユータイムが全盛期だった頃、319でかなりお世話になったアマの方です。懐かしのユータイムです。とりあえず早めが出てきました。頑張ります。満発狙える119。初めて気づいたんですけど、カスタムできました？この時代できないと思ってました。さあ、先読み期待度を少ないにして、先読みチャンスみたいな感じにして、プレミア多め、保留喧嘩で熱いパターン、予告発生も少ないにしたんで、何かが起きればとにかく熱い、この状態にしてあります。ディープゾーン、ディープゾーンは多分先読みじゃないのよ。注目、ちょっとゴルゴっぽい、そう引くか、いった、やばい、バキと同じ、バキの喧嘩の時とハーデスの時の音楽が実質バキを打ってみたいなもん。さあレベル3で張って、いやこれギリサイフパターンじゃない、暁月光、月光です、月光、これはでも絶対行くよね。嘘でしょ、そうだよね、あのモブ、これは間違いなく熱い。ただね、先読みが来てなかった気がするんですよ。退路なき討伐、ボタン押したら確定よ、マジで先読み出したか。このビックリマークにチャンスがあった。なるほどね、昔こういうの多かったよね。何としてでも奴を止める。光が3、光が4、光がなし、終わりよ、大激怒、ありがとう。すごいすごいすごい風吹いてます。こんな台だったわ。懐かしい、とにかく懐かしい。まだ持ち玉です。上手パニックチャレンジ、バレる前に倒せよ。これで10分の1、約10分の1を引く戦いです。引ければ引ければラッシュです。ゴー、赤、赤星、赤、モーリー、モーリー、そうだ、このね、森を思い出したわ。さあ、40% です。5回で、これね、7点とか急にするんですよ、確か。さあ、10分の1だよな、いかないよな、そうだよ。テンパイでしょ、テンパイ注目なんですよ、これ。今日は潰しちゃうかも。
森最強説です。でこっからオール先発なんですよ。今日討伐ボーナス神代だわ。319ではここから継続率 80% だった気がするんですが、演出が変わります。早いな、頼むよ。かあ、頼む。やばい、追い込まれた。水の中はいけないんじゃなかったっけ。ダメな気がするな。関係ないよ、関係ない、でも関係ない。ショーズから逃げ切れ。あ、緑緑、あ、これだこれだ。大広間ってチャンスじゃなかったっけ。熱い気がする、確か違ったか、記憶ではそんな気がするんだが、結構これね突破したイメージ。まだ近くにいるわ。やばい、久々のジョーズ超楽しい。チャンスアップっぽいものはないけど、行くときは行く。行くよ、はい。まだある、この保留、保留、この保留あるよ。大丈夫大丈夫、さすがにこんな突破して今テンパした、テンパしてる。ハンドルを左に戻してください。なんでな、ここはやらずに次の台に移動したいと思います。この店に入ったあなたはチャレンジャー。いい言葉やな。ということで残り寝台バキかバカボンのアマではない319か、確率的に199を狙うのがベストだと僕は思っているんですが、そんなのは関係ない。やっぱりこいつは最後に、まずは行こうじゃないの。319の久々バカボン。さあ、モードはもちろんシンプルモードでいい、天才バカボンの319の方でございます。すごく思い出深い台で、投資がね8万9万ぐらいいったところからの3万発の大逆転をした思い出があります。今日は、ね、この台で目標に3万発目指して頑張りたいと思います。簡単に1000以上ハマる記憶なんで、なんとかこいつをねぶっ壊したい。早めにお願いします、サッチャイさん。ちなみにね119出たから言うけど、119の方がラッシュに入れば出る気がします。さあ皆様、ここでですね報告があります。先読み1回もなし、レンド丸です。ここで流れを変えるためにサッチャレ周辺の美味しいご飯屋さんに昼飯食いに行きたいと思います。サッチャレから約10分ほど車で走りました。世界中には自分に似てる人が3人いると言います。1人は僕自身、ヤーマン、そして一度コラボしたことがある平ヤマンさん、そして3人目がここにヒマラヤン。
インド食堂ひらまやん、最高に美味しかったですね。あの見てください、ちょっともうテカってるじゃないですか。あの動画にしてないんですけど、あの後あの辛いソースが出てきてですね、辛いソースつけたらですね、もう米もあったんですけどバクバク入れちゃって、チーズナンにひらまやんカレーっていうセットにしたんですよね。もうねレベルの違ううまさで、ナンがうまい。追加でね500円追加したんですけど、これも食べ放題なんですよ。辛さとラッシーとヨーグルトで、こう甘さをね、甘さとね辛さの調和がむちゃくちゃ楽しめましたね。マジうまかったっす。ちなみにご飯はタイ米じゃなくて日本米で、新潟の人間からしてもあの辛さのカレーと日本米むちゃくちゃ進んで止まらなかったっすね。また来たいと思えるお店、それがひらまやんでした。では実際に戻りましょう。戻ってきました、続報です。何にも起きません。さあ皆さん、一発目の先読みようやく来た。来ただって体感75%ぐらいあります。ちょっとね、天の119よりは100%とかもう90%とかないと思う。さあ本日初の記事さん、マジで保留原価待ち。よし、熱い。3000シンプルは大丈夫か、これ大丈夫なのか、背景なし、弱い。誰よりも高みに行ってみせるわ。赤、緑、お、ジャンキョは額に熱いよ。多分ね、いかないんだよね、特訓だと思う。本日初の特訓、保留がね、赤いしょ、絶対欲しい。いや赤じゃなくて、よし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 よいやー、3個は弱いんじゃない。ボリューム変わってほしいのよ。さあタイトルは赤のまま、弱い、降りてけ、やばい、赤だよね。いやー金がない、ブースト以外で赤っぽい先より入ってるから激アツはず。ちょっと足りないけど、ボタンも普通だけど、頼む。ガー、食べられないよ。ヒゲさん、ハズレの反対なのだ、ハズレの反対なのだ、消えないって。ダメだって。来た、2回目の先読み、鬼先読みカウントダウン付き。よし、ここ SP のみ、ただ熱いからね、もう外しちゃダメ。待って、記事3は、疑似さんなし。誰よりも高みに行ってみせるわ。お、なんかいい音したよ。神か、神の話か。うん、到着なのだわ。特訓開始。疑似で当たるの、あんまり出ないから強いんじゃないこれ。赤止まり、あ、ここで記事さん弱い、なし、2点敗。4つ、弱い、
高堀、よし、まだまし。金が欲しかったが、出てきちゃえ、出てきちゃえ。はい、レンズ赤、一回も金が出てない。でもね、赤堀言うとこの神が輝いてるから、頼む、投資1万8000円です。2度目の先読み、もう外したくない。なんでだ、嘘は許さないよ。嘘だ、嘘だよ、こんなのバカもと叫び当たるもん。ヒゲさん、線まで連れて行かないでね。みんな来た、先読み3回目、投資2万5000円、まだ間に合う、万発でまだ間に合う。届かないんだわ。これじゃんけんじゃない、熱いだろ、じゃんけんだ、金からのじゃんけん。これはありよりのあり、超珍しいです。文字の色このまんま変わらず、これ濃厚なんじゃないか、逆にもうこれチョキだったらチャンスアップ、パー、甘く見ないでほしい。次チョキ、次チョキはいいよ、ちょっと、え、大丈夫、負けられないのだ。パーグーから来て大丈夫だよね。ヒゲさん、いくよ、じゃんけんポン。は？本当にあるだろ、これは。これなんかやってるんだろう。おー、夕方だよ、ヒゲさん、どうして僕にはいつもこういうことするの、いなくてもしちゃうの、死んないで朝一。これ先読みのバカぞ、もう先読んでました、保留じゃなくて、現在1132、4回目の先読みです。グンなし、むちゃくちゃ弱いんだけど、ボタンさえ強ければいけるから、クソ弱いけど、ノーマルボタン、なんでこんなに先読み弱いの、こんな弱かったっけ、なんかある、もうええって、俺の心はもうボロボロだよ。ヒゲさん、これからもう絞り取るのはやめようよな、もう和解しよう。なんか初めてこのタイミングでフリーズ演出消えた、これも当たった波と回転、先読んでないぞ、え、これ消えたろ、心優しい彼の名は初めて見たよ。その言葉の奥に秘める真の優しさ、心優しさ、少年の鬼たちはまさに真鬼退治に向け心を奮起。これもういい、流れてるもん、ゴー、何してるの、は、嘘
嘘だろ。1500回転超えました。先読みなかったけど髪が光ってじゃんけん、あ、タイトルか。先読みなかった多分言ってるけどね、何回も。待って、なんかいい音する。ボタンを押したらいい音だったんだけど、勝ったはずに叫び、叫びなかったのに聞いたことない音、あかん。先読みなしで当たるのかよ。よくねえよ。嬉しいけど。6、75%。なんか意味ないぞ。いい音だったよ。いい音だった。バッチリです。嬉しい。あ、壊れてるかと思った。あ、甲子園ロッキーが狂いそうでした。俺多分何が打ったの、もう中空したよ。リバックを全発引き寄せバトルで、まずは75%取りました。引いて 33% 突破できれば上位です。一番大事なところだと思う。気合い込めた。手中スタメーここよし、いった。おい、2個上がってるぞ。2個変わってる。ボケよし、緑あるで、あるで、あるで、あるで。もうね、アマデージとはもう訳が違うからな、これ。強いけど、ここは白。後ろに来れば来ない。俺が起用。いずれカモン。終わった。まだ始まったばかり。ここで流れを変えるために赤い流星ヒゲさん、すぐさせてもらった。よし、いい音してる。変われ。いやー、ただ赤織このリーチむちゃくちゃ弱いです。むちゃくちゃ弱いけどたまにはやる。カモーン。かーい、来い、来てくれ。500回転ハマったんだ。頼む、カモン。鬼ラッシュ終了。なんでだヒゲさん、俺の69,000円。キレイじゃない、まだ4球ミリリーチになれば当たり。ヒゲさん、左打ちに戻すのだ。できない、ララララ、ラララ、ヒゲに
潰されん。遊べる店なんじゃないんかい。なあ、死んだ日甘いんじゃねえか。確かに回ったよ。ノンストレスに回ったよ。オーバーニーションしまくってるよ。もう止めるに止められないレベルにむちゃくちゃ回る。罠かい。でもヒエさん、俺今外出て一回歌歌ったらまだ終わってないことに気づいたぜ。時刻は19時、まだ閉店まで3時間以上あるよな。やるしかねえよヒエさん。まだ寝台は残ってる。俺とヒエさんの喧嘩残ってる。投資6万9000だろ。地上最強の親子喧嘩ならぬ、地上最強のパチンカスの喧嘩見せてやろうじゃねえの。続行だろ。赤本の手玉もあるしな。せえ、ひげ。